りょうちゃん。ちょっと、やめて。レオタン。レオタン。もう。Hey there, it's Yumi from English Boot Camp. 皆さんこんにちは。English Boot Camp の Yumi です。今日はですね、いろいろね、いただいている質問の中で結構ね、たくさんいただいている共通している質問がありまして、それにお答えしていこうかなと思っています。で、何かと言いますと、リスニングの時ですね、英語を聞いている時にこう意味を考えてしまうと音が聞き取れなくなってしまうっていう悩みがあるっていうね、でこの悩みをね抱えている方ってね結構多いんじゃないかなと思うんですよ。で、普通に今ネイティブの人の英語を聞いてるときとか、会話をしているときとか、あとは、TOEIC とかね、そういう英語の試験ですよね。で、TOEIC とかのリスニングを、こう、問題を解くときに、こう、意味を考えてしまうと、もう全然その、こう、流れてくる英語が、こう、右から左に抜けてってしまう。どうしたらいいんでしょうっていうね。でコメント欄にもねそういうご相談いただいていて、あとは実際に私いろんな方 の英語の指導とかをしている中でもそういう悩みを抱えている方がとても多いんですね。でどうすればいいかっていうお話を今日はしたいと思います。で、少しでもね参考になればと思いますので、最後までご覧ください。はい。で英語をね、英語に限らず言葉を聞いた時に意味を考えてしまうっていうのはどういうことかというと、例えば分かりやすい例で言いますとね、 Thank you っていうフレーズですね。なんかよく使いますよね。なんかしてもらったりとか、それに対して Oh, thank you とか Oh, thanks とかっていう時に意味を考えてるかっていうことですね。で意味を考えるっていうのは具体的にどういうことかというと、thank は感謝するっていう意味で、you はあなたに、だからあなたに感謝するっていう意味だなって考えるかどうかです。thank you っていう時に、その一瞬の時に、その一瞬 thank you っていう瞬間に、そんなことは考えてないと思うんですよ。おそらく今この動画をご覧になっている方の中で、いや、考えるっていう人は、ね、いないんじゃないかと思います。Thank you は Thank you じゃんっていうふうにね、思ってると思うんですよ。Good morning とかも、good はいい、良い。で、morning は朝、良い朝、良い朝ですね、っていう意味なんだなとかね。そんなふうに思わないわけで、Good morning っていうのはその朝、午前中に会った人との挨拶のフレーズっていうのであって、もう無意識に言ってると思うんですね。で、この無意識にこう言葉に出てくるとか聞いた時に無意識に理解するっていうのが、コミュニケーションの最終形というかそこを目指すべきなんですけれども、で日本語もそれは自分の母語なのでそれをやってるはずなんですね、普通に。ところが外国語になると、英語になるといきなりできなくなるっていうのはいくつか原因があるんですね。でその原因は何かって、一番の大きな原因はやっぱね、音と、自分が思ってる音と実際の音がね、一致してないってことです。で、自分が思ってる音っていうのは何かってことなんですけど、人間っていうのは、生まれてきて、周りで大人の親御さんだったり、兄弟だったり、大人が話してるのを聞いて、音が蓄積されていくわけですよね。で、自分も話せるようにだんだんなっていくんですよね。で、そこから今度は文字を習うわけですよ。小学校に上がって、日本だったらひらがな、あいうえおから、50音っていうのを習って、
じゃあ猫っていうのはねっていうひらがなとこっていうひらがな2つで猫になるんだ、へーっていうふうに、そこで音と文字がつながっていくんですよ。でこれがまあ、 英語でも同じですよ。普通に子供が英語を母語として話すようになって、学校に行って初めて、cat っていう、モフモフした可愛らしい生き物 cat ですけど、これは書くときは c、 これがクって音で、次の a って音が来て cat で、最後 t の音 t っていうのが来て cat っていう風になるっていう風に習って、そこで初めて音と文字がつながっていく。でこれがまあ自然な形なんですけども、こう残念ながら私たちは学校の英語教育でそういうふうに本来の語学の習得のプロセスに正しいのっとったやり方をやってないんですね。最初に文字から入ってるんですよ。最初にまずアルファベットを覚えて、で猫は CAT キャットみたいにして、こう文字をね、こう記号のように覚えてるんですね。で記号のように覚えてしまってるので、こう自分の中でとりあえず CAT ってあればこれイコール猫なんだっていうふうに覚えてるので、音が後付けなんですよね。後回しです。そうすると実際の音って自分が思ってた音と違ってたりするんですよね。でこれ誰しも経験あると思うんですけれども、こうスペルを覚えさせられますよね、中学1年とかの時に。その時にこうローマ字の知識があるので、ローマ字と英語は違うから、こう英語のスペルってちょっと覚えにくいですよね。なのでローマ字読みして覚えちゃう、ね、例えばレッスン、授業ね、レッスンは LESSON ですけど、レッスン、LESSON、レッソンって覚えておこうみたいな、レッソンって覚えておけばテストの時にスペル間違わなくて済むなとか、あと台所、キッチンですね、キッチンもこれもキッとチェンって覚えておけば、キッとチェンって覚えておけば間違わないなとか、そうやって単語記号のようにして覚えてる人っていうのは結構いると思います。そうやっていくと確かにテストの点数は取れますけれども、書くときに間違わないし、で、こうレッスンとかキッチンっていう単語も読める。でもあくまで記号として頭の中で処理してるので、実際に音を聞いたときに音がね、その記号とつながっていかないんですよ。で、まあレッスンとかキッチンぐらいは簡単な単語なので大丈夫ですけれども、これが例えばフレーズになっていったりすると、このチャンネルでも何度もやってますけれども、英語って音がつながっていく言語なんです、ね、で、例えばそのキッチンだけだったら聞き取れても、in the kitchen ってなると in the kitchen ですけど、 in the kitchen っていうことはないので、 in the kitchenエナっていうふうに in と the がつながって、エナ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 キッチンエナキッチンエナキッチンっていうふうになってくるので、そうするとんってなんか最初の一瞬の音がなんか何だったんだろうみたいになって聞き取れなくなる。でこういうふうに音っていうものがそもそもちゃんと聞けてないっていうことが原因なんです。音が聞けてないのでんって思うから、そこで一生懸命なんか考え始めるんですよね。なんだろう、なんかチッと音が聞こえてきたぞとかね、で長い文章の中でキッチンだけが聞き取れた、キッチンって言ってるからなんか台所でなんか何のことを言ってるのかなとか、でそういうふうに頭の中で考え始めると、もうとてもじゃないけれども音を聞くっていうところまで神経が回らなくなります。なのでその音を聞きながら意味を考えてしまうっていうのは、それは結局のところ音が聞けてないからそういうことになるんです。 Thank you って言われた時に意味は考えないですよね。 Good morning って言われた時も意味考えないですし、Good afternoon の時もね、Afternoon は午後だからとかね、そんなことは思わないわけです。なので音を聞けるようにするっていうことがまず一つです。なので、リエゾン、音がつながっていくとか、音の脱落リダクションとかっていったルールをちゃんと理解して、音そのものが
聞けるようにするっていうことが一つと、あとはもう一つは、いわゆるネイティブがよく使うフレーズとか、まあ、フレーザルバーブスっていうんですけれども、フレーザルバーブですね、カタカナっぽく言うと駆動詞、まあ、一昔前は連語とか熟語っていう言い方をよくしたんですけれども、そういうネイティブが使う熟語を知らないと聞き取れないっていうのもあります。うん、で会話で使う単語っていうのは基本動詞ですよね。この have とか get とか take とかね、そういう、まあ、keep とかいろいろありますけど、こういう基本動詞 を使い回してることが多いんですよ。で基本動詞とこう前置詞の組み合わせですね、うん、例えば延期するっていう単語は postpone っていう単語がありますけど、話し言葉であんまり postpone とか言わない、うん、put off っていうのを使います。 put と off ですね、これがくっついて put off put off put off です。これで延期するです。なので put off って思ってると、もう put off って言われるともうまず聞き取れない、音が違うので。あと put off put off、 これが postpone っていう意味なんだってことを知らないと、音が聞けてもやっぱり意味は理解できないから、ん？なんだろう put off、 なんだなんだっていうふうになってしまうっていうことがあるので、やはりこういうネイティブがよく使う駆動詞っていうものをたくさん知っておくっていうことも重要です。で硬い文章ばっかり読んでると、あまりこういうね話し言葉ってね出てこないんですよ。うん、なので話し言葉になれないと、やっぱり話し言葉は理解できるようにならないので、こう新聞とかニュースとか経済のお話とか政治のお話とか環境問題とか、そういうものばっかり読んでいて、それすらすら読めても、普通の会話が聞き取れないっていうのはね、それが原因です。やはり話し言葉と書き言葉って日本語もそうですけど違いがあるので、やっぱり話し言葉を理解してないと絶対聞き取れないんですね。うん、なのでこの2つですね、うん、音そのものが聞けるようになるっていうことが1つと、でその話し言葉ですね、硬い言葉ではなくて、いわゆるこう駆動詞を使った、基本動詞を使ったネイティブが使うフレーズを知ること、この2つをやることで変わっていくと思います。うん、でこう手っ取り早くリスニングができるようになりたいってね、思ってる人多いと思うんですけれども、一朝一夕ではやはりね急には変わらないですけれども、ただ結構駆動詞とかも覚えてる方だし、それなりに語彙力もあるっていう人は音が聞けるようになると急に上がると思います、グイッと。うん、で音は聞けるようになっても意味がわからないっていう人は、やはりそういう駆動詞とか基本単語を知らないっていうことが原因だと思うので、両輪でやってくださいね。音を学習する、で語彙を増やす、で両方がうまく回ることによってまっすぐ進んでいくので、片輪だけだと絶対にぐるぐる回って、まあ、前には進まないので、両方をやるっていうことをやってみてください。で一番ね、その語彙を身につけるのにいいのがやっぱ多読だと思います。たくさん読む、ね、で小説、会話とかがたくさん出てくる小説を読むと、そういったネイティブのフレーズがどん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 頭に入っていくので、そういうのをやるといいと思います。いいと思います。うん、で、音もきっちり学習してください。音のルールね、英語ってねやっぱ音がつながっていくので、うん、で思ってる自分が思ってる音とは違う音だったりするのでね、そこの穴は埋めていかないと、いくら語彙だけを増やしてもやっぱり音が聞き取れないということになるので、両方やるようにしてみてください。それを着実にやっていくと、だん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 意味なんか考えなくって、もうそのまま Thank you って言われて Thank you って受け止められるように、同じようになっていきますのでね、もう千里の道も一歩からです。少しずつコツコツとやってみてください。以上、今日は、たくさんいただいている質問ですね。リスニングがなかなか伸びない、リスニングっていうふうに音を聞くと意味 を考えてしまって、スタックしてしまうっていうご相談へのアドバイスでした。また何か感想、コメント、質問等ありましたら下のコメント欄に書いてくださいね。 See you next time. Bye.
Thanks for watching. If you like this video, make sure to subscribe to my channel. ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方も